茶振りして勝手にあの修法の中に入れてしまったのに断るに断るになっちゃったんですけれども、サッチャを見てて、この教会で1年前に救われて何も救われたときに分からなかったのに、分からないなりにみんなのためにお茶を入れたり、みんなのためにいろんなことをしてくれるサッチャの姿が本当にそのまま神様への礼拝だなというのをすごくあの感じてたので、今日その話をしてもらいたいなと思って、サッチャに話をしてもらいました。ありがとうございました。ですね、今日牧師がいないんで特別に何かしようと思ったわけじゃないんですけれども、メッセージノートっていうのを作ってみたんですけれども、皆さんお持ちでしょうか。もしかして数が足りないかもしれないので、ない人は隣の方と一緒に見てください。ちょっと削りました。で、聖書の箇所もこちらにも書いてありますので、聖書を開かなくてもここを見てくださると分かるんですけれども、今年最後の礼拝になりました。1年間で多くても4回、で今年は52回です。2回目の礼拝だそうです。ですから死ぬまでに何回礼拝ができるのかというのを数えてみれば、大体のことは皆さん見当がついてしまうんですけれども、その最後の、今年最後の礼拝に、どういうメッセージをしようかなって考えて、この聖句を選びました。もう一度皆さんご一緒にこの聖句をお読みしたいと思います。ここのところに一番最初の創世記12の1から3って書いてあるところなんですけれども、開けてみてください。よろしいですか。じゃあ一緒にお読みします。せーの。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。皆さんにとって今年1年はどのような年だったでしょうか。今年イエス様を受け入れて洗礼を受けた方々もいらっしゃると思います。あるいはここで今やり直しをされている方もいらっしゃいますし、ここから独り立ちをして、生活を始めた方もいらっしゃると思いますけれども、私自身も人生やり直しというわけじゃないんですけれども、ハワイからこの2月に引っ越してきまして、川口なんていうところは今まで一度も来たことがなくて、生まれて初めて来たんですけれども、人生の大転換がありまして、3度目の結婚を4度目の妻としてしました。教会来ている一人一人の方にいろんなストーリーが今年1年あったと思うんですけれども、教会の中でもいろんな出来事がありました。私は2月の末にこの教会に初めて来たんで、その前のことはちょっとわからないんですけれども、来てからも本当にたくさんのことが毎週毎週のようにいろいろありました。で、私が感じた教会のことはですね、まずお風呂屋さんで銭湯でする洗礼式っていうのは初めて見ました。この目で、でそれも親に内緒でやってしまうというサプライズで、和樹が洗礼を受けました。あとはですね、その次の日にはなんとビーチに行って洗礼式をしたんですね。ハワイでは洗礼式をよくビーチでしますし、私自身もアラモアナビーチということで洗礼式したんで、ビーチで洗礼することは別にそんなに珍しいことではないんですけれども、その後の一志さんがねとの関わりのことを考えるときに、本当に彼の存在が私たち、ね、教会員一人一人にとっても遺産、財産になったなって思うような深い、付き合いをすることができました。それからブロガーの会で新潟に行ったこともありました。初めて、生まれて初めて新潟にその時に行きました。それからですね、お坊さんに会いに北軽井沢に行った時もありました。あれも本当に得意な経験で、お坊さんもいい思いを持って人を助けたい、やり直しをする人を助けたいと言って、新道牧師に連絡をして
で、じゃあ何ができるかっていう下見みたいな話し合いみたいな感じで行ったんですけれども、とてもじゃないけど1時間と座ってられないような部屋に案内されて、ここで人生をやり直す人を助けたいと言われた時には、あなたが人生をやり直したと言ってしまいたくなるような、そんな経験をしたこともあります。止まってくださいと言われましたけど、ちょっと止まってくることはできませんでした。そしてつい、まあ、もっともっといろんなことたくさんあったんですけれどもね、あの夏にビーチに行ったりとかしましたけれども、教会でつい先日もクリスマス会があって、素晴らしいクリスマス会で、イエス様を知らない人もね来てくださって、素晴らしい証の時になったと思います。で、私の印象ではね、とにかくこの教会でみんなフットワークが軽いですねすごく、特に遊びに行く時一致団結してフットワークが軽い。それからいつも車2、3台でみんな行くんだけど、その運転がみんなうまい2台、3台でこう連なっていくとき、必ず車で捕まったり事故に遭ったりすることすごいあって、外れたりとか。でもこの教会みんなうまいんですよね。ちゃんと目的に気についてちゃんと無事みんな戻ってきて、誰も捕まることがない、捕まりそうな人はいるんですけど捕まることがなくて無事に帰ってきましたね。で、こういうことをね通して、この教会を見るときに、本当に神様が生きて働かれている教会だなっていうのをすごく感じますね。教会っていうと普通の人のイメージはやっぱり建物がまずあって、ね、十字架が上に立っている。で、ここは全然そんなのはないんですけれども、これこそが本当に生きている神の教会だなっていうのをとても感じました。キリストの体、一人一人が体の器官である。で、聖書に書いてあるんですけれども、一人一人がその教会を作り上げている、キリストの体を作り上げている期間だなっていうのをすごく感じます。今日も朝賛美の練習をしているのを見てね、すごくそれを感じました。で、神様が生きて私たちの間で、私たちが持ち寄る間で、また私たち自身の心の中で働かれている教会なんだなって感じましたね。で、さっちゃんもさっき本を見せてくださったんですけれども、リク・ウォーレンという人が書いた本なんですけれども、その中に教会は有機体であるというふうに書いてありましたね。無機質な形だけではない、柱があって壁があって白い壁があってっていう無機質な形、建物ではなくて有機体、動くもの、生きているものだというふうに書いてあって、この教会は本当にその通りだなって思いました。しかし私たちは過去のことは、その今まであったこの1年のことは神様に感謝して神様の栄光を開始するんですけれども、いつも私たちの場合は将来に向けていなければならないんですね。で、これからもっともっと神様がこの教会を通して、そして私たち一人一人を通して、してくださることに目を向けていきたいと思うんですね。フィリピ書にはこういうふうに書いてあります。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。これからの将来のことを考えるときにですね、あと1週間足らずで迎える新しい年、2011年はどうなっていくのかなって考えるとですね、まず一つ確かなことが言えることはですね、さらなる、豊かな祝福が、神様からの祝福が約束されてるんですね。それは本当なんです。ですからそのさっきの創世記に書いてあったように、私たち自身が祝福の元にとなっていくことができる、私たちの周りに祝福をもたらす祝福の元になっていくことができるっていうことが一つ約束されています。そしてその神様のさらなる祝福いっぱいの新しい年が約束されているんですけれども、その約束の祝福を、100% 実現するために、私たちの心がこの新しい年に向かってどうあるべきかということを話していきたいと思います。まず新しい年に神様が何をしてくれるのかなって、こう棚ぼたで、ただただ、待っているのではなくて、私たち自身が神様に何を望んでいるのかを明確に伝えなくてはいけないなと思うんですね。
まずノートの一つ目のところはね、ちょっとブランクがあるんですけれども、自分の願いを明確にすると、もしペンをお持ちでしたらお書きください。自分の願いを明確にする、これはどういうことかというとですね、神様の前に明確にするということなんです。聖書をお読みしたいと思います。その下のところにマタイの20章30から32と書いてあるところがあります。一緒にお読みしたいと思います。よろしいですか。せーの。すると道端に座っていた2人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとして差し出したが、彼らはますます主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。イエス様は、なんでこんなこと言ったんでしょうか。私に何をしてほしいのか。ここに、来ていた2人の人はどんな人だったでしょうか。盲人だったんですね。盲人が来て助けてくださいって言ったら目開けてほしいのかなって大体わかると思うんですけれども、イエス様はわざわざ私何をしてほしいのかと聞かれます。それは私たち自身が時々ね、自分が何を願っているのかわからない時があるからなんですね。ですから祈りの中で神様にいろんなことを願う時に具体的に祈っていくことが必要なんです。例えばですね、結婚したい、彼氏が欲しいと、まあ、この前もついこの間もビー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 やってる人がいましたけれども、じゃあどんな結婚を望んでるのか。例えば自分がね、その結婚相手を与えられたら、その相手にどういうふうに自分は貢献していくことができるのか、その人が最善の人生を歩むために自分は何をしていくことができるのか、自分はその結婚に何を与えていくことができるのかということを祈っていく。そういうことを考えない、ただ結婚したい結婚したい、では神様はじゃあ結婚をあげるとは言わないですね。やっぱり自分が何を求めているのか、自分はそれについて何ができるのか、何をしていきたいのかということを祈りのうちに神様に打ち明けていくことが大切だと思います。あるいはまたお金持ちになりたい、お金が欲しいという願いがあったとしますよね。でそのことを祈るときに、じゃあそのお金で何をするから、どんなふうに神様の栄光をそのお金を使って表したい、そういうことを神様に打ち明けていくことが大切なんだと思います。そういうふうにお祈りをしていくうちに、ああ自分はもうちょっとやっぱり結婚にはまだ向かないって言ったら変だけど、まだタイミングではないな、自分自身をもうちょっと磨いていく方がいいかなっていうふうに思うようになってきたり、あるいはお金のことに関してもそんなにお金欲しい欲しいと思っていたけれども祈っていくうちにだんだんお金があれば何かできるっていうんではなくて、目的のないお金を持っても意味がないと、そういう祈りとかむやみやたらな願いっていうのがだんだん削られてクリアになってくると思うんですよね。ですから具体的に最初は目的もなくただ欲しい欲しいって祈るだけでもいいと思うんですけども、神様と祈りの中で話をして、その自分の本当に願っているものをクリアにしていくことが大切。そしてその祈りの中で神様の御心に沿ってその願いっていうのが整えられていくことが大切なんだと思います。